本日は皆様お忙しい中お集まりいただきまことにありがとうございます。 US ジョイントの紹介をさせていただきます。レズナックの阿部と申します。よろしくお願いします。こういったアジェンダでご説明させていただきます。まずレズナックについてでございますけれども、もともと昭和電工という会社と日立化成という会社が約1年半ほど前に合併いたしまして、機能性化学メーカーになっております。で現在ですね、特に世界最大の半導体後工程材料メーカーとしてポジショニングを確立しております。レズナック自体はですね、非常にいろんな事業を行っておりまして、半導体電子材料以外にもモビリティ事業、イノベーション材料事業、ケミカル事業、その他の事業があります。現在2023年時点では半導体電子材料セグメントで 26% の売上を占めておりますけれども、2030年にはコア成長事業として位置づけておりますこの半導体電子材料事業に集中的に投資をすることによってですね、 45% 以上の売上比率を目指すということで、現在増産投資、研究開発投資、そういったものをですね、特に半導体周りに集めているといった状況でございます。今レズナックの半導体材料でございますけれども、前工程、後工程、最新と非常に多くの材料がございますけれども、いずれの材料でもですね、非常に高いシェアを保持しております。特に、この左側に示しております後工程材料、動画リセクストバン、ドライアイピングレジスト、ソルダーリスト、これらは半導体のパッケージ基板に使われるものでございますし、半導体の後工程、組み立て工程に使われるダイアタッチフィルム、風刺材、基準アンダーキル、こういったところでもですね、非常に強いシェア、1位か2位のシェアを持っていると。これだけですね、強い半導体の後工程材料を持っているメーカーというのはですね、世界的にも存在しておらず、圧倒的なグローバルでは後工程材料メーカーナンバーワンというポジションになります。前工程でもですね、エッチングガス、それから CNT スラリー、産業最新のユエハといったところで強いポジションを持っております。続きまして、ジョイント2コンソーシアムといったところのご紹介です。レズナックは大手メーカーではあるんですけれども、先端パッケージを実際に試作をする、その試作をしてですね、先端の材料を評価していくための拠点として、パッケージングソリューションセンターといったものを新川崎の方で運営しております。で、このパッケージソリューションセンターでは、先端半導体パッケージの実際に半導体メーカーが使っているようなですね、装置を使ってですね、その検証を行っているということでございます。実際に、こちらに示しておりますようにクリーンルームの中に、各種の製造装置を持っておりまして、そこで一気通貫で、先端パッケージの評価検証を行っている、非常に、ユニークな取り組みでございます。世界的に見てもですね、ここまで、先端パッケージの評価が集積しているところは類を見ないというふうに考えております。2021年です、ね、にですね、ジョイント2ということで、このパッケージングソリューションセンターの場で、コンソーシアム活動を開始しております。ここに示しておりますのに、非常に強い日本の材料、装置、基盤メーカー14社と一緒にですね、評価プラットフォームを立ち上げて、特に 2.3D 構造の研究開発を加速させようということで、すでに3年目に突入していて、非常に、有用な結果が出てきております。国際的にもですね、その結果は高く評価されております。そこで今回ご説明したいものでございますけども、 US ジョイントということで、イノベーションが起きている場所でありますシリコンバレーにですね、 US ジョイントを設立したいというふうに考えております。レズナックはですね、このジョイント2においてもですね、コンソーシアムを設立し運営してきたという実績、経験がございまして、そういった経験をもとにですね、日米企業10社と一緒にコンソーシアムを設立いたしました。主なお客様、顧客、目指しておりますターゲット顧客というのは、半導体メーカー、大手テック企業、ファブレス、スタートアップ、そういったところとですね、さらにコラボレーションを進めるための拠点として、ここに書いてあるような日米のですね、半導体材料装置メーカーと新たなコンソーシアムを発足いたしました。
続きまして半導体の市場動向、技術トレンドの説明です。まず AI ですね。非常に生成 AI のところで NVIDIA を中心に、マーケットも含めてですね、盛り上がっておりますけれども、さらにですね、パーソナル AI 元年ということで、PC、スマホ、そういった一人一人が持っているようなデバイスにもですね、AI が入ってくるといった発表が次々となされているかと思います。そういった AI がですね、実際に個人個人のですね、生活に大きく影響を与えるといった可能性が出ているかと思います。一方、半導体市場、2023年は踊り場でございましたけれども、2024年足元からですね、非常に強い回復と見せておりまして、成長軌道に戻ってきております。中でも、このトータルの売上市場に占めるですね、この青い部分、AI 関連ということで、AI サーバー、それからパーソナル AI に使われるような AI 関連のデバイスの比率がどんどん上がってきて、それの成長率がですね、年率平均成長率 36% ということで、非常に飛躍的な成長を見せております。そこに含まれるのは、やはり生成 AI、NVIDIA に代表されるような生成 AI デバイス、それが使われるデータセンター、自動運転、こういった新たなドライバーがですね、まさにそういった市場を牽引していくものというふうに期待しております。こちらの AI 向け半導体とデータの増加、高速化というところで、AI サーバーにはですね、やはり生成 AI のデバイスが使われておりますけれども、それが今多種多様な用途で使われようとしております。物流、スマート農業、それから需要予測、金融保険といったエリアから、オフィスワーク、自動運転、ショッピング、美容と、ありとあらゆるですね、アプリケーションにおきまして、AI が浸透しようとしている。さらにそれをオンデバイスの AI が加速していくというような状況かと思っておりますけれども、実際にそれをですね、支えているのは、まさしく半導体でございます。データの増加、高速化に関しましても、このようにですね、全世界で生み出されるデータの量というものが飛躍的に増えております。動画だけではなくてですね、常時取られているようないろいろなセンサーのデータ、そういったものも含めますと、2020年から2025年でですね、約3倍近いの、3倍近いデータ量になるというふうに予測されております。また、AI の進化も非常に加速的に進んでおりまして、皆さん、今お使いのですね、GPT-3 からですね、GPT-4 というところで、AI のパラメータ数、性能指標でございますけれども、そういったものが3倍になっていくというようなところが見えております。ということはですね、それを支える半導体もですね、ますます高性能、高機能なものが求められていくと、そういった現状でございます。一方、じゃあその半導体の中はということでございますけれども、半導体の前工程は、今までですね、その微細配線を形成していくことで、その配線ルールをどんどん進化させることで、半導体の進化に貢献してまいりました。ただ、その進化がですね、若干鈍化を見せておりまして、その理由は、やはり経済的な理由、非常に高価な装置を使わないと、その技術が実現できないというところ、さらには、その技術がやはり物理的な限界に近づいているのではないかといった見方もございます。そういった中で、今までは半導体の後工程といいますと、前工程でできた先端のチップを保護する、そういった役割のものでございました。一番左に示したような非常に簡単な構成が従来のパッケージ構成でございまして、緑の半導体のチップがあって、その周りを風刺材というような保護する材料で覆うと、基本的には保護するという機能が主目的でございました。ところが先ほど申し上げた前工程の限界に、伴いまして、半導体の後工程で、技術革新を進めていこうということで、非常に半導体の後工程に、注目が集まっております。従来、ファウンダリーであったですね、TSMC のような会社が、もともとは前工程の会社でございました。数年前からですね、半導体の後工程も自社で手掛けるようになってきたのは、まさにこういったトレンドの一環かなというふうに考えております。で実際にその後工程の進化によってですね、どういったことが起きているかということを右下の方が
に示しているようにですね、最先端のパッケージは非常に複雑な構成になってきています。高集積化して高機能化するためにですね、1パッケージな、半導体のパッケージの中にですね、いろいろなチップを重ねたり並べたりするということで 2.xd3d というような最先端パッケージがまさに SSI 関連で使われるようになってきております。じゃあ従来の半導体パッケージと先端の半導体パッケージがどのように違うのかといったものをこちらでご説明いたします。従来の半導体パッケージはこちらに示しているようなマザーボード、マザー基板ですね、その上にそれぞれのメモリーパッケージ、プロセッサーのパッケージが載っておりました。ですのでこのメモリーとプロセッサーが信号をやり取りする際にはこれだけの距離をですね、信号が流れなくてはいけなかったということで非常に遅いということでございました。やはり生成 AI のように非常に膨大な計算を高速でやる必要があるというようなアプリケーションに関してはそれでは不十分であるということで、先端の半導体パッケージではこちらがマザー基板、こちらがパッケージ基板、その上にインターポーザーと呼ばれる座布団のようなものがございまして、その上にメモリーとプロセッサーを載せて、このメモリーとプロセッサーの信号はこのインターポーザー経由で非常に短距離でやるということで、そういったパッケージ構造が必要とされている。そのためにです、高い計算能力と低消費電力を実現できているというような形になっております。で実際にですね、この例えば HBM と言われるようなTSB、シリコン貫通電極を使ったメモリ、これ非常に今まさに、生成 AI 関係で大量に使われておりまして、そういった生産能力が足りないという話もございますけれども、当社のですね、ノンコンダクティブフィルム接着剤といったものがですね、この水色の部分に使われておりまして、こちらの方もですね、非常に、増産投資を行いながらですね、そういった供給の増加に対応しているといった状況でございます。続きまして先端半導体のビジネス構造変化といったところでご説明いたします。まず半導体企業の動向ということで、日本への進出のニュースがたくさんあるかと思います。 TSMC の熊本、こちら前工程でございます。ラピダス、千歳、こちらの方は前工程、後工程両方やるというふうに聞いております。さらに研究開発関係で TSMC の筑波に後工程の研究開発拠点、さらにはサムソンの横浜、こちらの方も後工程の研究開発拠点で、インテルがサタスということで後工程のラインの自動化の研究開発をやるということで、すでに発表が出ているかと思います。ここに来てですね、非常に後工程に着目が集まっておりまして、世界的に非常に強い半導体メーカーであります TSMC、サムソン、インテルが日本という地位を選んでいるという理由はですね、まさに日本はやはり半導体の後工程用の材料、装置が強いからであるというふうに考えております。こちらは半導体企業の動向ということはアメリカでございます。アメリカもですね、米国政府が非常に半導体に着目しておりまして、アムコアというようなオーサット組み立て専業メーカー、あるいは HBM メモリーメーカーでありますね、SK ハイニックス、こういったところにですね、補助を出すというようなすでにニュースが出ておりますし、インテルもアメリカの会社でございますけれども、非常に半導体全体に投資を加速しておりまして、後工程に関しても約8000億円の投資、マレーシア、さらには先ほどの自動化プロジェクトということは日本ということで発表されております。またアメリカでもですね、コンソーシアム活動が発足しておりまして、 TIE テキサスインスティテュートフォーエレクトロニクスということで、後工程の研究開発を加速させるという動きが出てきております。こちらはですね、戦略パートナー企業として、インテル、マイクロン、AMD、AMAT といったこの業界で非常に強い会社様が並んでおりますけども、当社もそういうメンバーになっております。同じようにアメリカでの動向でございますけれども、インテル、アムコア、スカイウォーター、サムソン、スケハイニックス、いずれもですね、パッケージに関わる非常に大規模な投資をですね、すでに発表されておりまして、そういったところはですね、まさに後工程が重要し、重要になってきているといったところの表れであるかなというふうに思います。
でもう一つビジネス構造変化ということでございますけれども、先ほど申し上げましたように非常に従来は後工程というところの付加価値が高くなかったということで、シンプルな組み立て製造で良かったということで、従来はそのアジアを中心とした OSAT と組み立て専業メーカーにアウトソースして、まあ単純なパッケージを作っていればよかったということでございますけれども、現在の先端の半導体というのはですね、この工程が非常に複雑化してきておりまして、多種多様なプロセス、材料、装置のことをですね、理解した上でパッケージの設計もしていかなくてはいけないと。まさにその半導体のパフォーマンスに後工程の影響がどんどん大きくなっているといった状況でございまして、半導体企業自らパッケージに関しても設計開発をしていくと、そういったニーズは高まってきております。でこちらの方がそれを具体化したものでございますけれども、まあ、上流の方からですね、データセンターを提供しているのは半導体ユーザーが反応を中心としたところがありまして、こちらがそういった半導体メーカーと主に、まあ、インテルは IDM でございますけれども、 AMD や NVIDIA のようなファンドリーということで設計に特化したメーカーもございます。でそういった設計をもとにですね、実際に前工程で、ウェーハーを作っていく人たち、それがまあインテルだったり TSMC といったところで、後工程のところもですね、そのまま インテルや TSMC がファンドリーサービスをやることもあればですね、OSAT のような後工程専業メーカー、まあ、こういった今業界構造になっておりますけれども、まあ、従来はこういった前工程あるいは設計メーカーが中心に実際にパッケージの設計検証して、それでまあ十分であったということであるんですけれども、このまさにですね、この半導体ユーザーの一例でございますけれども、こういったところをガーファムがですね、こういった企業が自分たちのデバイスのパフォーマンスを最大限に生かすためにどういったパッケージしなくてはいけないのかということをですね、研究開発していく必要があるということで、まさにこういった人たちが自前でパッケージのエンジニアを雇ってですね、そういった研究開発を進めているというような状況でございます。そういった意味では、そのまさにそういった変化点が起きているということだと思います。でこちら、それをもうちょっと分かりやすく示したものでございますけれども、いわゆる垂直投稿型 IDM と言われるような、まあ、インテリアサムソンなんですね。自前で、半導体を全て作っていく会社は、まあ、機能の設計から半導体の設計、半導体の製造まで自社でやるというモデルでございます。一方 NVIDIA のようなファブレスという会社は機能を設計して半導体の前工程は設計してまいりましたけれども、やはり今まで以上にこの後工程の設計も重要視されているといった状況でございます。でそこにですね、さらに GAFAM 自身もここをですね、しっかり強化していこうといった流れが出ているかと思います。でファンドリーや OSAT もですね、当然従来通りこういった研究開発をしておりますけれども、ますますこの後工程の分野がですね、重要視されていくというふうに考えております。では最後に競争プラットフォーム US ジョイントといったところで、じゃあそういったビジネス環境の変化を踏まえて我々が今後どうしようとしているのかといったことをご説明いたします。こちらに示しますようにですね、レズナックをリーディングカンパニーといたしまして、日米の強い半導体材料装置メーカーの方々にですね、結集いただきまして、まさにその最先端の半導体設計が行われているシリコンバレー、非常にコスト的にはですね、すでにいろんな物価等々が高騰していて、拠点としては非常に大変な拠点よりが大変な場所なんでございますけれども、やはりそういった半導体設計が生まれている場にいることが重要だろうと、できるだけ近い場所にいることが重要だろうということで、シリコンバレーに拠点を設立して、そこでですね、この US ジョイントというコンソーシアム、先端パッケージに特化したですね、コンソーシアムを運営していこうというふうに考えております。まあ、具体的にこちらの US ジョイントに参画していただいた会社名がこちらでございますけれども、まずアジムス、こちらの方はパッケージ試作でですね、ビジネスをやっている会社でございます。で KLA、こちら非常に前工程の方で非常に有名な会社でございますけれども、後工程でもこういったレーザー直流露光装置ということで、非常に強い露光装置メーカー、アメリカの露光装置メーカーです。クリック&ソファー、こちらの方はですね、アメリカの企業でございますけれども、
特にそのボンディング装置といわれるチップをですね、ウェハーや基板に乗せていく装置、フラックレス熱圧着装置と書いてありますけども、こういった装置に強い会社でございます。当はこちらの方は日本の会社でございますけれども、半導体のモールド装置ということで、モールドの中でもコンプレッションモールドといったところに非常に強い会社でございまして、そこに入っていただいています。株式会社アルバック、こちらの方も日本の会社でございますけれども、そのメッキを作っていくときの種になるような、まあ、そういったシードレイヤーというんですけども、そういったスパッタをつけて、スパッタで金属層をつけていくための、まあ、そういった非常にユニークな技術を持っていらっしゃる日本の会社でございます。で、下側が材料メーカーになります。モーゼスレイク、こちらの方ですね、アメリカで、メッキですね、銅のですね、メッキを作っていくための薬液をですね、開発されている、で事業されている会社でございます。で、メッキ、こちらは日本の材料メーカーでございまして、金属処理技術ですとか、まあ、エッチング技術に非常に優れた技術を持っている会社でございますし、ナミックス、こちらの方もですね、液状封止剤ということで非常に強い材料を持っていらっしゃいます。同じように東京大岡工業、こちらの方はマイ工程の方で TOK ということで、液状レジストメーカーとして非常に有名だと思いますけれども、後工程用のレジストもやっておりまして、そちらで供給させていただくというふうに考えております。じゃあどういうふうにこの拠点を運営していくのかということでございますけれども、やはり一番この業界で求められておりますのは、タイムトゥーマーケットということで、スピードでございます。まさに生成 AI はですね、需要が足りないということで、今どんどん増産投資がされておりますけれども、それでもやはり足りないという中で、いかにクイックに研究開発を進めるかということが重要視になってきております。そのためにもですね、そういったパッケージ、新しいパッケージ構成を考えていく人たち、ガーファムやファブレスがいるシリコンバレーで、できるだけすぐ近くでですね、そういった研究開発活動、そういったパッケージのところをですね、研究開発できる場所が必要なんじゃないかということで、シリコンバレーにですね、パッケージ拠点を作ろうというふうに考えました。じゃあ従来はそれはどうなされていたのかということでございますけれども、こういったアメリカの半導体企業はですね、実際に新しいパッケージのコンセプトができましたといったときに、実際にじゃあそういった研究開発ができるのは、まあ、ほぼアジアでございました。日本だったり、まあ、台湾、そういったところでございますけれども、まあ、そういったところに実際に来てですね、そのサンプルを持っていろんな装置メーカー、材料メーカーをもう1ヶ月、2ヶ月かけて回って実際に試作をしていたといったことでございます。非常に時間がかかりますし、いろいろなそうですね、物の輸出にそういったところでも手間がかかるといった状況でございました。まあ、それをですね、そのいろいろな装置、材料を1箇所にまとめて、しかもそれをシリコンバレーに持っていくことというのが、まさにこの US ジョイントのアイデアでございます。で、そうすることで、その半導体メーカーはですね、新しいパッケージのコンセプトができたときに、顧客と競争できたときにですね、この拠点を使って実際に検証が、まあ、すぐにできると、まあ、こういったところを目指しておりますし、材料メーカー、装置メーカーにとっては、じゃあ今後どういった技術開発をしなくてはいけないか、まあ、そういった情報をいち早く捉えることができる。さらには、どういった技術開発をしているか、自分たちの技術がどんなものがあるかというものを、そういったテック企業に対してですね、いち早くお伝えすることができる、まあ、こういったメリットを考えておりまして、こういった拠点を設けたいというふうに考えております。じゃあコンソーシアム、競争、コラボレーションと申し上げておりますけど、なんでそんなものがこの半導体で重要になっているのかといったことでご説明いたします。先ほどから申し上げたように、従来の半導体パッケージ非常に単純でございました。材料の組み合わせも 1,2 種類でございまして、じゃあその材料とか装置とかプロセスのことをですね、すり合わせしていく作業は非常に簡単でございました。まあ、この材料が4つぐらいだとしても、まあ、組み合わせそんなに多くはないということでございました。一方それがフリップチップ BJ、 さらには今話題になっているこの先端パッケージとなりますと、どんどんですね、組み合わせなくてはいけない材料の数が増えてきていて、さらにそのプロセス、それから装置、そういったものが非常に複雑に絡み合うような状況でございまして、実際にこのパッケージを
組んでみてですね、材料を評価しないと結局それが本当に使えるのかわからないといったことでございます。ただまさにこの図を見ていただけば分かりますけれども、材料の数やプロセス装置の数が増えれば増えるほどですね、組み合わせの数も大きくなっていきますので、そこを材料メーカー1社あるいは装置メーカー1社がですね、1社単独で検証していくのは非常に難しいといったことになってまいります。もちろん半導体メーカー様はですね、自社の中で研究開発でこういったこともやりますけれども、とはいえですね、組み合わせが膨大になりすぎていて、じゃあ評価できる材料の数というのはどんどん限られてくるという中で、まあ、事前にこういった先端パッケージに近い構造で、材料メーカー装置メーカーがですね、一緒になって研究開発をして、この組み合わせを検証していくことの重要性がますます高まっているというふうに考えています。もう一つの事例でございますけれども、こちらは、半導体の装置とか材料の組み合わせがございます。で、新たな仕様、新たな機能向上を求めたときに、じゃあ何か課題を解決しなくてはいけないというふうになります。そのときにですね、じゃあ材料メーカーは自社に戻って材料を一生懸命開発しました。で、装置メーカーも自社に戻って装置を一生懸命良くしようと思いました。じゃあ、それぞれ一生懸命持ってきたもの、改良したものが組み合わさったときにですね、必ずしもそれが最適解ではなく、それぞれが部分最適を目指してしまってですね、結局はなかなか向上につながらなかったということが多々起きます。で、そういった問題を避けるためにですね、じゃあ問題があったときに、材料メーカー装置メーカーが一緒に検証しましょうと、そうすることでお互いの制約事項であったり、お互いの状況を理解しながらそれぞれが歩み寄ってですね、じゃあベストなソリューションを目指すためには材料としてはこう、装置としてはこう、こういうふうなベストなソリューションを作っていく、しかもそれをより短期間にやっていく必要がありまして、そのためにもこういったイノベーションが、オープンイノベーションが必要だと考えております。これはもう材料と材料の組み合わせのまさにそうでございます。じゃあアメリカの US ジョイントで取り組むスタックラインということでございますけれども、先端パッケージの微細バンク、微細配線、チップ埋め込みといったところの3種類のラインを完備しようというふうに考えております。ここに示しておりますようにですね、一通りのプロセスが通せるような微細バンク形成、それから微細配線、それからチップ埋め込みといったところで、先ほど申し上げたこのインターポーザーのところにの周りにですね、使われるような技術を中心にですね、ラインを構築しようというふうに考えております。で、じゃあ、そういったものが今までアメリカでなかったのかということでございますけれども、アメリカの方はですね、UCIE のようにチップレットと呼ばれるですね、半導体の先端のところに使われるような技術の標準化団体があったり、先ほどご説明したようなコンソーシアムも立ち上がったりしておりますけれども、特にこのチップ実装、それからインターポーザー、パッケージ基板、こういったところをカバーするような研究開発活動はあまりですね、行われていなかったということで、そこで我々の US ジョイントをですね、いち早く立ち上げて、貢献したいなというふうに考えています。で、場所でございます。繰り返しになりますけれども、シリコンバレーということで、こちらがシリコンバレーの地図になりますけれども、ユニオンシティのというところにですね、その拠点を構えて、クリーンルームを設けてですね、実際に装置を入れて運営しようとしています。すでにクリーンルーム建設開始しておりまして、準備をしておりまして、来年の2クォーター、夏頃ですね、実際に立ち上げをしたいというふうに、な計画で進めております。はい、ご説明は以上になります。